どうもどうも、皆さんこんばんは、社畜ですって言ったところで、飛び盛りをね、やっていきたいんですけど、今ね、ちょうど、任天堂ダイレクト終わりまして、まあ、とりあえずね、大方の予想通り、銅盛り、そう、スイッチ版の銅盛りの情報がね、まあ、開示されましたと。ね、まあ、結論から申し上げますと、まあ、そうなんですけど、ただね、ちょっと予想していた展開と全然違いましたよ、大ブーケ。とりあえず、任天堂ダイレクトで、まあ、何が発表されたかって言ったことについて、まあ、語っていきたいんですけど、まずは発売日が決定いたしました。3月の20ですね。2020年の3月の20、まあ、20日にね、決まりました。遅くねって感じですよね。だってさ、約1年前ぐらいから、まあ、銅盛りについては発表されていて、で、さらに、そこから9ヶ月上積みでしょう。約2年か。約2年っておかしいよな。ちなみに、任天堂ダイレクトで銅盛りの内容が発表された時間としましては、約1分30秒から2分ぐらいかな。ちなみにそのね、1分30秒から約ね、2分ぐらいの映像で紹介された内容っていうのが、まあ、今回ね、島がモチーフになってるんですよね。だからまあ、動物の森っていうタイトルで、多分ゲーム自体は出るはずなんですけど、まあその島で、まあ無人島生活みたいなことをするみたいで、まあ具体的にそのどういったことをするかっていったところについては、全くね、語られてなかったんですけど、まあスマホ代とかなんかいろいろ出てたかな、情報は。ただね、それだけで、あとは全くのね、情報開示なしといったところで、まあ、ポケモリとの連動性もね、今回発表されてないんですよ。ここからは僕のね、まあ、予想も入っているんですけど、まあ最初はポケモリとの連動性を前面に押し出したタイトルにしようかなと思っていたけど、思っているより購入者たちに不評だったんで、もしかすると一からゲーム自体を作り直した可能性があるなと。ね、僕は予想しております。だってさ、さすがにここから9ヶ月もね、開発に時間かかると思えねえんだよな。だってさ、1年以上前から、まあ、発表されてたわけだしさ。でまあ普通であれば今年の8月とか9月に発表されてもおかしくなかったんで、まあ実質延期だよね。2019年って言われてたし、まあ開発期間とかを考えると、これはおそらく一からゲーム自体を作り直す形になると思うので、まあポケモリとの連動性についてはまだね、未定になるかなと思います。ただね、まあ気になる映像が一つあって、そう、スマホ代とかいうものがね、出てたんですよね。まあそれが何を意味しているのかは現時点ではまだ明らかではないんですけど、多分ね、見た感じだと、ポケモリとの連動性も若干ありそうだなと思いましたね。ね、見た感じだと。まあ、多分あるんじゃないかなと。多分そのポケモリとのキャンプ場と行き来できるとか、まあ、それは少ないかな、可能性はどうなんだろう。まあ、ほとんどね、現時点では情報が出てないので、ね、わからないとしか言いようがなくてさ、あくまで予想になっちゃうんだよね、これに関しては。まあ、それにしてもさ、前のさ、発表から何したったこれ。何したしましたか。約1年ぐらいですよね。スイッチ版の銅鬼が出るよっていう最初の情報が出てから、そこから何もさ、ほぼ発展してないんだけど、大丈夫かっていう。ね、まあそういったね、経緯からも考えると、多分今からゲーム自体を作り直すんじゃないかなっていう感じでした。まあまあ、その任天堂ダイレクトで発表された映像もね、まあ僕の生放送のアーカイブ見ていただいたら、まあわかると思うんですけど、まあ取っ手つけたような感じなんですよね。かなりまあ簡単な映像みたいな。まあそれらをね、総合的に考えたら、まあまあ一からゲーム自体を作り直すのかなっていう感じですね。まあポケモリとの連動性はあるだろうけど、そこまで関与しないのかなと。ただ、ポケモリに関しては、まあ、何らかの総合的な、ね、ものは、まあ、任天堂アカウントで紐づいているので、まあ、なくすってことはね、多分ないと思うんですよね。だから、まあ、あると思うので、まあ、残り9ヶ月もあるから、
まだ暇だよっていう方がもしおられましたらね、まあ飛び盛りやるのもいいけど、ポケ盛りやるのもいいかもしれませんね。もしかするとポケ盛りのお家具を、例えば無限島じゃねえや、無限島ってなんだ、そう無人島、そう無人島にね送ることができるかもしれないので、まあまあそういった感じかな。正直さ、任天堂ダイレクトでの情報があまりにも少なすぎて語ることがぶっちゃけねえんだよなっていうぐらいね、内容がかなり薄っぺらかったんで、多分これ道盛りユーザーさ大荒れじゃねえか多分。まあ予想はついてたんだけど、まあまあ言っていても仕方ないんでね、飛び盛りをね発売まで楽しんでいこうと思います。まあ延期したものは仕方ねえからな。まあさすがにね、9ヶ月やりすぎだと思うけど、9ヶ月延期ってさ、もうほぼ丸々1年だからな。ね、まあ一応現時点では2020年の3月っていうことになってますけど、まあ任天堂さんのことなんで、もしかするとまだちょっと開発に時間がかかるだもんみたいなことを言ってね、結局なんか2020年の8月とかになっててもおかしくないけど、いやーなんか嫌な予感はしてたけどね、やっぱこうなりましたね。けどまあ仕方ないっちゃ仕方ないんかな。まあ映像見た感じだと、まあ一からゲームを作り直すみたいなんで、まあ9ヶ月ぐらいはかかるよね、一から作るんだったら。ただまあポケモリみたいな課金要素は、まあ見た感じだとね、まあ1分半から2分ぐらいの映像を見た感じだとなさそうなんで、まあそこについては大丈夫かなと思いますね。まあ何らかのね総合的なものはあると思いますけどね。とりあえず計画がいろいろ狂いましたわね。もう完全にさ、スイッチ版の動物の森が今年の8月から9月に来るって思ってたからね、それを見越して今までね飛び盛りの実況をしていたんですけど、ちょっとね計画狂っちゃったなって言ったことで、まあ当初ポケモンの実況をねするつもりが全くなかったんですけど、これはちょっと急遽ねポケモンの実況もしないといけなくなりそうですね。まあさすがにちょっと今から9ヶ月はちょっとね長すぎるぜマジでね。さすがにね、それまで飛び盛りだけをずっとやり続けるわけにはいかないから、これはもうちょっとねポケモンやろうかなと思います。まあプライベートで本当はねやるつもりだったんですけど、たださポケモンの今回ソードとシールドだっけ、まあ新シリーズの名前がソードとシールドになるんですけど、あれもねあんまり実はね僕好きじゃなくて、なんかねよくわからない要素が結構あるじゃないですか。例えばポケモンが謎にでかくなって、まあ、通常時の100倍ぐらいの大きさなんかな、あれでバトルするみたいな、ね、メガ進化だけでさよくわからなかったのに、さらになんかポケモンまででかくなってよくわかんねえんだけど、怪獣映画かよっていう。まあ正直なんか昔のポケモンの方が好きだったから今のポケモン好きじゃないんだけど、まあ、実況やるかな。まあプライベートではねストーリー自体は進める予定だったんで、まあまあとりあえずねそこについてはおいおいね考えていこうと思います。とりあえずね3月の20に発売なんで、それまでねまあコツコツこの飛び盛りをねしっかりとまずはやりきろうと思います。まあこのシャチホコ村をねまだ完全に発展しきれてなくて、まあぶっちゃけ全体のね進捗率としてはまあ2割ぐらいいってたらいいかな程度だから、まあ残りの8割をねこの9ヶ月で埋めていこうと思います。てかさ、みんなどうすんの3月20まで。もう3月の20日9ヶ月だぜ。だって今から何するよ、何のゲームするよ。もうポケモンするしかなくない、ぶっちゃけもうポケモンしか選択肢ねえよな。しかも頼みの綱のそのポケモンもさ11月ぐらいだから、いや本当に今年の夏どうしようかな、ね、夏休み向けの動画をね完全スイッチ版で考えてたから、道盛りの計画狂ったんだけど、やべえわマジで。一から計画組み直さないといけないんだけど、まあまあとりあえずね実況した中瀬の発表でしたわ、任天堂ダイレクト。特にまあ詳細については語られることはなかったですね。
ていうわけで本日はこの辺りで終わりたいと思います。まあまあさっき任天堂ダイレクトが終わって今すぐね動画撮ってるわけなんでね、まあ僕の、まあ、任天堂ダイレクトに関する感想が中心になりましたけど、もしよければチャンネル登録もしていただければ非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。ではではまた次回の飛び盛り動画でお会いしましょう。